3日目いや、4日目じゃない？え4日目だよ。え早っ。今日と明日で終わり。え明後日帰る。えきつ。帰らないで見る一旦ね、うん、帰らないで見てもいい。ありやありだよね。様子見てみようかな。様子見ようよ。えどうだった一人最高だった。多分さ、めっちゃ気持ちよさそうに寝てたんじゃない？起こしに行ったらもうなんかもうこっち片手で上げてこっちでスマホ持ちながらもうこんなすごい。ほぼ江戸春美え、大丈夫。あ、でもトウ大丈夫だった。一緒に寝たけど。おでしょ、うん、でも結構お互いさ、布団の取り合いしなかった最初。した最初私がもう寝ようと思って携帯置いて、うん、こうやってやった瞬間あんたがトイレ行ったのよ。でトイレから戻ってきてあんたがこのままこっち向いたのだから私がこのままあーってなってそれをグッてやって。あ、それかなんかすごい引っ張られた気がしたんだよね。それって自分が引っ張ってたのか、うん、じゃあまずはごめんね。でもそっからは大丈夫だよね。うちなんかこのハワイでめっちゃ起きちゃうの。え6時半、7時半、8時半全部起きた。時差ボケだよ。ボケてんのだ。ボケてるボケてるボケてるバカボンみたいな。ボケてんのだボケてるのだ。かわいい。かわいい。おっちゃめー。こういうところなんか再燃しようって出ちゃうよねということでこんな感じでメイクして今日も頑張っていきます。はーい。この家今来た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 夢の形に変わる Your precious love。 行こう頭ギシギシ怖っあ今日も絶対最高な一日になるんだろうな。絶対最高な一日になるてか黒前口で説明できそうなの覚えてる。ワンチャンチャチャンチャンチャンチャチャン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 。と口で説明できる。うん、できる。まっすぐ行って左行って左行って左。そうだよね。なんかもう地元みたいな感覚になってきたかも。一地元だよ。ロコってるもんですね。ロカー。今日とうのロコいただいてない。本当だ。せーの、ロカー。最高な日差し、もっと来い。もっといける。もっと来い。まだいける。あ、ここ懐かしい。なんか思い出あるんですか。通学路。通学路。あ、そうなの。そうそうそう。結構商店街みたいなところあるんですね。そう、ワイキキ沿いだからさ、学校がさ。あ、そうなんだ。うん、ハワイ料理あんま食べないよね。逆に。あ、私あそこでバイトしてた。あそこ。そう、あのね、ロックカフェ。あ、あそこもアサイあるって。え、可愛くないってか。かわいい。なんであれはあんな感じのコンセプトなの？あれね、結構アメリカのニューヨークのね、文化取り入れてるね。結構あの古いおもちゃとか、そっち系、アメリカのヴィンテージ系。そう、サマリリンモンローとか言ってね。あのベティちゃんとか私が入れたんだ。あ、入れたんだ。入荷したんだ。これいいと思いますよ。え、なんかめっちゃキッチンカー出てる。かわいい。本当だ。あれ前ニコちゃんの馬先じゃない？あれそうだわ。そうだよ。うん、あの赤いやつ。あ、赤なんだ。厳しいんだよ。あ、厳しいんだ。何、どんな感じで？いや、あのね、三箇条っていうの言わされんの。あ、そうなんだ。これ何だった何だった？あの、今日もロコのために血を捧げようと。姿勢正せ、声出せ。すごい体育会系なの。体育会系。それ絶対言わなきゃ怒られるからさ。ミリアン、あ、そっか、あの片足立ち禁止だもんね。あ、そうそうそう。そうなんだ。制服とかあんの？制服あるよ。あ、あるんだ。半ビキニの下乳絶対だよね。そう、切らないといけない。あ、そうなんだ。乳首が結構下にある人は結構泣いてたね。あ、泣いてたんだ。ダメって。上に上げる手術とかしてたよ。厳しいね。血捧げようって言われてんだから。そっかそっかそっか、やんないと。え、浅い、かわいい、見て。ちょっとさ、しかもプールでさ、わかる、すごいことになっちゃうね。すごいことやつ。持ち方ちょっとさ、持ち方ちょっとダサい。ごめん、ごめん、初日から思ってたね。言って、言って。わかんないんだけど、自分なりかなと思ったけど。いただきます。食べます。いただきます。うん、うまっ。ごめんなさい、美味しい。蜂蜜がめっちゃ濃いかも。今日一日さ、誰が一番地元民っぽくできるか。ロコ選手権。任せろ。ロコ君早く。待って、めっちゃあの人さ、近所のヘイリーおばさんに似てる。ヘイリーおばさん、ここにあのほら。あ、そうだ、
かちょっと違うな、ちょっと違うな、渡辺さん元気、友達違うの、分かった、ごめんごめん。鍋さんのクロワッサンマジ美味しいだろ。おうちっぽいわ、めっちゃ。てかコーチだよ。あれどこのチームのさ、あれだっけ、ベーシックダイヤモンドのバレーボール最近強かったの。勝ったよね、最近。なんだっけ、もう一つのチームの。もう一つは、バタフライエンジェルズ飛ぶね。バタフライエンジェルズとベーシックダイヤモンドの戦って分かんなかった。あれ、ケニーさんじゃん。え、このさ、近くのさ、セブンで働いててさ。あ、ケニードラゴンズ。あ、そう。うわー、ケニードラだ。じゃあ、向かいますか、そろそろ。はい、行きます。やってみて。261102。うわーい。261114。わーい。わーい。020595。わーい。じゃあやってみる。100101。わーい。わーい。What's happened? マンスだもんね。マネしてる。マネしてる。わーい。わーい。はい、すいませんでした。わーい、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 逃げられて、逃げられて、逃げられて。今からジップラインします。行きます。くっつかされました。あの、ガム、キャンディーなど口に含んでるものはさや窒息する可能性があるので必ず食べ終わるか捨てるようにしてください。はい。で、ちょっと緊張なう。イエーイ。本当に大丈夫？私は。チンコ出てる、チンコ出てる、チンコ出てる。モザイクゾーン出てる。マイパン。ファイター。緊張する、緊張する。 Ready? OK? Alright! Get to go! Bye! おー、大丈夫ですか？大丈夫です。行ってきます。行ってこい。いやー、ふぅー、やばい。どう？やばい。人生変わる。人生変わる。早っ。ここめっちゃ揺れんの。めっちゃ揺れんだけど。超怖い。楽しい。やばい、最高ね。行くよ。スイート、ワン、オーマイガー。やばい、人生変わった。早いって、人生が。緊張な、緊張な、これ。マジで怖いよ。本当はさ、これつけなくてもジャンプできるんじゃない？いける。いや、言ってた、過去。地元民だから。地元民だから。ロコだから。忘れてた、それ。え、どうしよう。え、前からか後ろからか。え、バックでいけ。バック、バック、バック。バック？うん。ダメんな。まあ、ロコだろ。ロコだろ。ロコー。あー。あー。何も聞かれずバックなんだ。怖い。怖い。ちょっとだけ。ちょっと怖いね。いやー。Like this? Okay. Okay. You ready? 行くわよ。Yes. Go! Go!強がんない。強がんだ。強がんだ。ブルブルじゃねえか。いいじゃん。グー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 。ナイスカップ。 Alrighty. Oh, this is good. Alright. Of course. Thank you. You're welcome. You're welcome. ありがとう。シンプル。あっ、泥ついた。お兄さん手とか貸して。自力で行った。自力で、まさかの。すごいよ今日。待て待て。せーの。
登場して俺の未来勝ってたよ。おめでとう。おめでとう、勝ってたわ。さらっと優勝。もし7-3で7自分が悪いだったら謝る。謝る。私戦うよ。でも孫さんはちゃんと言う。あね、じゃあ次8-2ぐらいにしよっか。8-2ってどう悪いぐらいの話題ね。彼氏が、まあ、どこの女か分かんない女と、うん、なんか長電をしてた、うん、それを知った、うん、からとわは、仕返しで浮気した。うおおおおおうち一番弱っ。9-1割。一だね。これ私勝たなきゃいけない。0.5ぐらい。9.8対 0.2 ぐらいとは悪いけど。オッケーやってみよう。うん、その彼氏もちょっと下ご、あ、じゃあ元カノ。あ、オッケーオッケーオッケー。元カノの電話。元カノの電話。じゃあもう勝てます私。ついて、うん。はい。勝てます勝てます。でも浮気したけど別に体の関係はなく、本当二人でデートしただけ。オッケーオッケー。結構しかも浮気が濃い。濃い普通のデートをした浮気。キスもしてない。あ、オッケーオッケーオッケー。どういうデートなの？普通に。だからもう昼間からドライブスルーしてからのちょっと熱海の方まで行って食べ歩きして、ね、で夜もそのままディナー行って、うん、帰ってきた、はい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 、でどこ行ってたのかな、はいはい、そうもうこれ圧勝よ私。圧勝か。そのトーアのデートした相手もその彼氏は昔トーアが好きだった人って知ってる。もっとスキピ、うん、もっとスキピ。オッケー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 。だった場合、はい、よーい、アクション。ただいま。どこ行ってた？普通に遊んでた。誰と？友達。マジで？あー、たくみ。たくみってあの、井上？あー、井上たくみ。お前、どこと二人と？え、二人。お前好きだったね、ガジェット。あー、まあ前ね。え、なんか昼から出てってたけど、何してた？え、普通に車で迎えに来てくれて、熱海行って食べ歩きしてた。それ浮気じゃないの？え、これ浮気なの？え、浮気でしょ？ちょ、いやこれ一緒にしちゃったの？それ、うん、怖い。え、あ、じゃあそれ、俺、何？同じことしてもいいっていう判断、うん、あ、じゃあ違う、え、だってさ、昨日さ、うん、ミックと電話してたよね。あ、まあね、いや、まあそれは私が仕事から帰ってきて疲れてたら聞こえてきましたよ、うん、ミクと長時間の電話の声が。いや、まああれはでも、うん、本当にあれもしやましかったら、うん、俺家出て電話するじゃん普通、うん、けど、まあ、別室したのは、うん、まあ、なんか前の会社のなんかこういろいろ手続きあったから、うん、それでしょうがなく電話しただけなの。そのしょうがない、え、しょうがないとかなくて普通に元カノと電話するとかありえないし。いや、まあそれは本当に言わなかったのは俺が悪かったけど、うん、だから、うん、今日匠と遊んだの。うん、あのやり返したくなっちゃった。え、じゃあさ、そうやって、うん、そうやってさ、今後さ、うん、じゃあお互い嫌なことしてったらやり返し合う関係ってことが俺だ、そういうさ、悪いさ、うん、関係になってくるの。でもさ、これはさ、私がさ、今言うまでさ、悪いと思ってなかったじゃん、そもそも。いや、まあでしょ。で、私がいるのにもかかわらず、昨日の夜も何も言ってなくない？てか、なんか寝落ちしてたよね。悪いな寝落ち。なんか普通にか、マジ考えらんないし、おかしいもん、連絡取るってことが。これは本当に、本当に何もないからこそ、うん、そうしてたけど、うん、でも、まあ、まあ一応元カノだから、うん、まあ、仕事のことで連絡は取らなきゃいけなかったって。だからさ、その仕事って言えば何でもいいって思ってないでしょ。なんか私今までずっと思ってたんだけど仕事のことだよって言えば何でもいいって思ってない。いや、でもじゃあそれ同じことするのは、うん、もうそのことは、うん、ドアは俺に何も言えないし、うん、それで同じことするのどこと思うけど。え、同じことじゃない。だって私は同じことっていうかもっとヤバくない？熱海で食べ歩き。え、怖い。え、ただの友達だよ。好きだったとはいえただの友達で、別に付き合ってもない、手も繋いでない、キスもしてない、やってもない。じゃあ、うん、俺も前好きだった巨乳の、うん、あのかなこちゃんと、うん、ドライブデートして、うん、熱海行ってんだよね。だからそれがやり返しなんでしょ。それはやり返しじゃん。それはただのやり返しで、じゃあ今日のとあの行動はやり返しではないと思う。悪いと思って、なんか嫌な気持ちになったものもやり返し。強いね、とは。強いというか理不尽。理不尽。これ理不尽でしか考えない。これ理不尽じゃない。え、でも本気でこうなった場合それ言うってこと？いや、このレベルだったら私がだからもっとスキピとデートしちゃってるでしょ。うん。いや、これぐらいならまあ一謝りはする。けど元カノと電話したってことは私ガチブチ切れる。うん、元カノと電話めっちゃ嫌だよな。めっちゃ嫌だ。本当に無理。なんでマジで無理。なんで電話する必要があるのっていう。しかも寝落ちしてんだろ。寝落ちしてんの。寝落ち電話やばい。
うち結構本当に切れてる結構ブチ切れて罰まで与える。なんか1ヶ月間家事全部とか、うんうん、ただでは許さない、うん、ただでは許せない。マジで抱きしめられたとしても、いや、うん、そういうのじゃない。え、マジでちょっと待って、一旦触れるなってなるよね、うん、一旦触んないで、うん、え、なるよね、なる、うん、一旦触んないで、うん、なる、うん、男ってすぐ触ろうとしてくよね、なんかごめんねみたいな感じで。めっちゃ痛いそれ。わかるわ、これやっぱあるあるだよ、あるある。男ってすぐギューして終わろう、終わろうそうとする。そうすれば許されると思ってんだよ。わかるわかる、それで、ちょっと許したし、みんなわかる。ねえ、違うんだよ。そうじゃない、でもなんかマジであるあるだと思ったけど、うん、なんかで怒るじゃん、うん、だから、あー、わかるわかるわかる、何、うん、わかる。そういうのじゃないからっていう、そういうのじゃないって、ね、本当に違うってんだけど、うん、ぬぬぬぬみたいなのが、うん、なんかすごかったね、本当に。もう仲直りしてるやん。終わっちゃうんだよ。クッキーもらっていい？クッキー泥棒いるよ、さっきから。これ明日になったら全部なくなってるよ。クッキー持った。クッキー可愛くね。ということで、レストラン行きました。毎日食べてるね、本当に。大好きなの。チーズが好きなの、トマトが好きなの。いや、このブラッドチーズ、めちゃくちゃ好きで、それと食べるトマトが最高なんですよ。へえ。めっちゃ喋る恋人か。マジ喋んない。喋る。めっちゃ喋る恋人。めっちゃ喋る。どんくらいどんくらい。こういう時は必ずもうずっと喋る。いや、ほんとすごいね、ここね。なんかこの照明とかも綺麗だから。いいね、家とか飾りたいし、うん、こういうドアとかも将来いいよね、こういう感じ。かわいい。ありがとうございます。これ何ですか？っていう感じだし、寝る間際までめっちゃ喋る。今日どうだった一日。でもさ、逆に喋らない人はもうほんとに一言も喋らない。なんか質問してももう、だけ。もうこの鼻の音、だけで。でも喋りすぎる男って魅力感じないというか、なんか色気なくなる。色気なくなる。そう、色気はなくなる、うん、それはあるよね、多分。女もじゃない、うん、うちらみたいにさ、ベラ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 、ダメだ、多分セクシーさないだ。うち1個議題持ってきました。あ、アイズは何ですか？さっきツイッターで見たんだけど、うん、待ち受けロック画面は嫁、アイコンは子供の絵、毎日行ってきますとお帰りとお休みのキス、常に一緒にいたがってお風呂もベッドも一緒、好き愛してるは毎日、20年以上活発、家事育児積極的、笑顔でいてくれたら何もしなくていいという外国人並みの愛妻家なのに不倫してた夫。か、これの真逆だけど、不倫しない夫とか、まあ、待ち受けとかアイコンはもうなんかよくわかんないやつ、行ってきますとかのキスなし、常に一緒にいたがらない、風呂もベッドも別、付き合いしてれば言ってくれない、家事、育児、消極的で、愛妻家じゃないけど、不倫はしない。私これは自分の中で答え出たの。あ、もう私はこっちがいいなっていう余裕で。じゃあ前者か後者で言う。せーの、前者。おーん、目閉じる。目閉じる。うん、わかる、目閉じる。目閉じる、ね、ふんってやる。なんか自分の前でそんなに完璧でやってくれてるならいい。バレないところまでしっかりやってくれたら完璧。完璧、うん、わかんないよ、しそう、うん、そうそうそう。怖いな、そんマジで人間不信とかになりそう。なると思う、マジでなると思う、うん、この不倫はどんな不倫なんですかね。確かに、マジの体だけの気持ちのないやつか、あやと同じ、全く同じような人がもう一人とかはガチきつい。 LINE とかでも、いやー、ガチきつい、それきつい。気持ち入ってるバージョンにしよう。うわー、きつい。あ、それだったら別れるかも。それは全然別れる。でも私、子供いるってなったら別れないかも。そんな完璧なパパがいるんだったら。そんな言ったら話変わってくる。アイコンは子供…てか、うち女コロ…いや、女は一回…女コロ…だって、あのアイコンを子供にしてる…本当にチキチキペッパーズ。アイコン子供にしてるってことは分かってるじゃん。私はもう、あれなんだって不倫相手なんだって。女をちょっと締める。めちゃくちゃ、じゃあ、あっち側にも子供いたら。うわ、ダブル。うん、言う。でもあっち側も知ってる。あっちの妻は知ってる。もうおかしいんだ。もうおかしい。もう通常なのは自分しかいない。うわー、きつー。全然別れるかも。でも不倫しない夫はさ、本当に冷たいんでしょ。いやだ、それの方がやだ。作るしじゃん。一発でかいのボンってくるか、チク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 毎日作る。でも一発だけど、気持ち入ってるから。一発とかじゃない、もうずーっと。いつ見ても LINE してるし。でも自分より上回ることはない。最大値は自分と同じ。今の自分だったら別れる。ああ、もうそれはそう。子供いるとかで全然変わってくるんだよ。変わってくる。そうだね、気持ちが変わってくると思う。この子のためにみたいな、熟年離婚にしようみたいな。うーん、マジムカつくな。マジムカつく。本当に無理だよ。失恋でこんなきつかったのに。無理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 。絶対うまい。絶対うまいよね。
うわ、やばい、溶けてんだ、溶けてんだ、どうやって溶かしてんだ、やっちゃってんだ、すごい、Thank you、 うまっ、ね、やばい、一人一個ずついける。この上のやつなんだろう、これ何、カリカリチーズくんじゃない、うん、カリカリチーズくん。もしあと10分後に死にますって言われて最後の遺言なんていう、今この状況なんでうちらに言うことしか言ってないんです。うわ、長々と語っちゃうの。家族の連絡先を渡すか、家族の連絡先を2人に渡して伝えて、うん、なんて伝えて、なんかまあいろいろ時間ないからじゃあ、ね、ずるいと待って30秒、なんかちょ言っといて、なんかもういないらしいって報告でもうありがとう愛知ってるぐらいしか言えないよな。死にたくはなかったっていうかも。え、じゃないとさ、自分の意思で死んだのかさ、殺されたのかさ、分かんないじゃん。生きたかったって。でもさ、もうさ、それをずっとさ、家族はさ、生きたかったのに、どうにもしてやれなかったとか。死因は分かんないでしょ。そう、分かんない。もう今ここで、動かなくなって、うんうん、あと10分後ってくるでしょ。そう、急に言われるの。死神みたいな。はい、見ません、うん、このあと10分後だって。でも、うちらこうやってやってる。うちらしか聞こえないの。関係ない話してる。でもさ、これさ、ね、やばい、もうさ、しんどい、からさ、あと10分後って言われたんだけど信じなくない、うん、な、何言ってんの、うん、後から後悔するんだよ、二人も、うん、で、そうやってうちのことバカにして何言ってんだよ、バカじゃねえのみたいな、ふざけんなよ、ブースとか言って言い過ぎだろ、もうちょっとはーんと思って、最後のバーサイオンのこれ、うん、で、そしたらほんと10分後もホップ死にかのずっと最後にしなくダンスしたいとか言って、なんかこのまま多分さ、マジで30秒ぐらいはさ笑ってるよ、まだ整わってんだと思ってもういい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 、恥ずかしいからさ、しなこダンスいいってずっとこれね、もうどん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 焦ってくるでしょ、まさかしないんだけど、またいけるかない最後までエンターテイナーだった、高見とは、うん、でもそれでそのまま飾られるんじゃない、確かに博物館とか、しなこちゃんの風評被害やばくない、確かに、ほんと好きなのわかる、最後までエンターテイメントだった女って、飾られたい、喋、うん、ると口しか動かないもん、あ、そう、5秒後にの自分の姿勢で止まるよって言われる、うんうん、いや5秒で判断する、最後の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 最踊りたかった絶対最後に踊りたい人生にゆかりのある歌とかじゃない今ハマってる歌最初はグッチェキっぽい、うわぁ、うめぇ、すな、一発で決まった、ちょっと待ってよ、負けだよね、これ負けです、だから勝つ気持ちいかなきゃいけない、うん、じゃんけんは最初はグッチェキっぽい、見ましたか、皆さん、これが私の実力やばい、喜びの前ゲームしながら、やばい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 、これやばい、もう探ってよか、探ってよか、見なくていいかも、最初はグーじゃんけんぽい、バイバイ、ごちそうさまです、ごちそうさまです、取りまして全然マジ美味しかったです、感謝してるしね、本当にごちそうさまです、マジでごちそうさまです、マジごちそうさまです、マジごちそう、全部飲もう、全部飲んだよね、マジごちそうさま、マジごちそうさま、いやまあでも本当に帰りたかったんで、はい、マジごちそうさまです、本当に全然いい